2011年4大陸フィギュアスケート選手権は2011年に台湾で開催されたフィギュアスケートの国際選手権。2011年4大陸フィギュアスケート選手権は国際スケート連盟の主催による4大陸フィギュアスケート選手権の2010から2011年シーズン開催である。シニアクラスの男女シングルペア アイスダンス種目が2011年2月15日から20日まで台湾、台北市の台北アリーナで開催された。シングルは男女とも1位2位を日本勢が独占した。また台湾から男子シングル、女子シングルに3名ずつ出場したが全員フリースケーティングを滑走、同国の期待に応え大検討した。本大会では、この国では フィギュアスケートの知名度がないとの理由により、チケットはすべて無料とした。また、台湾の観客からは、同国の選手同様に、日本の選手も熱い応援を受けたことに、選手たちは大いに感激し、優勝した安藤美希は、台湾が好き。皆さんと、また会える日が早く来るのを楽しみにしている。2位の浅田真央も、今度は試合じゃなくて、遊びに来たい。とコメントした。 男子シングルは高橋大輔が圧倒し3年ぶり2度目の優勝。羽生譲るがジェレミー・アボットを抑え熾烈な2位争いを制す。小塚孝彦は SP6 位から FS2 位で追い上げるも惜しくもメダルに届かなかった。女子シングルは安藤美希が大会史上初の200点超えで優勝。自身のベストスコアでもある。浅田真央は SPFS ともに2位。 アメリカ勢による3位争いを、流す未来が正史表彰台を、日本人、日系人で埋めた。ペアは、法政、東拳は5度目の優勝。世界王者の貫禄を見せつけた。アイスダンスは、メリル・デイビス、チャーリー・ホワイトが2年ぶり3度目の優勝。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ州以外の、各国のフィギュアスケート統括団体に対し、出場枠が与えられた。 各国に対する出場枠は種目ごとに3枠とされた。男子メダリスト女子、シングルメダリストペアメダリストアイスダンスメダリスト。ありがとうございます。